会う、会って、友達と公園で会って、楽しい時間を過ごしました。開く、開いて、レストランはまだ混んでいたが、席が空いていた。開ける、開けて、窓を開けて、部屋を風通しよくしました。あげる、あげて、彼にプレゼントをあげて、喜んでくれました。遊ぶ、遊んで、子供たちは公園で楽しく遊んでいます。浴びる、浴びて、朝、シャワーを浴びて目を覚ましました。 洗う、洗って、食器を洗って、台所を片付けました。言う、言って、彼は何も言っていないように見える。急ぐ、急いで、電車に遅れないように、急いで駅に向かいました。いる、いて、犬が庭にいて、楽しそうに遊んでいます。入れる、入れて、リュックサックに本を入れて学校に行きました。動く、動いて、車がゆっくりと動いていた。 歌う、歌って、彼女は美しい歌を歌っています。選ぶ、選んで、メニューから好きなピザを選んで注文しました。起きる、起きて、朝、早く起きてジョギングをしました。置く、置いて、靴を玄関に置いて、家に入りました。送る、送って、贈り物を友達に送って、感謝のメッセージを添えました。教える、教えて、先生は生徒たちに新しい授業を教えています。 押す、押して、扉を押して、部屋に入りました。覚える、覚えて、新しい単語を覚えて、日本語の能力が向上しました。思う、思って、明日の予定を思っています。泳ぐ、泳いで、夏になるとよく川で泳ぎます。降りる、降りて、電車から降りて、駅に到着しました。買う、買って、新しい本を買って、読み始めました。 返す、返して、借りた本を図書館に返してきました。変える、変えて、計画を変えて、新しいアプローチを試みました。書く、書いて、手紙を書いて、友達に送りました。貸す、貸して、友達に自転車を貸してあげました。かぶる、かぶって、寒い日に帽子をかぶって外出しました。借りる、借りて、図書館から本を借りて、宿題を終えました。 考える、考えて、問題についてよく考えてから答えを出しましょう。頑張る、頑張って、頑張って試験に合格しました。着替える、着替えて、プールの後、水着から普段着に着替えました。聞く、聞いて、先生の話をよく聞いて、質問をしました。着る、着って、髪を切って、手紙を作りました。着る、着て、今日は新しい服を着て、会社に行きました。 来る来て、友達が家に来て、一緒に勉強しました。消す、消して、ペンで書いたミスを消して、綺麗な紙に書き直しました。答える、答えて、先生の質問に正しく答えました。困る、困って、大雪で車が動かなくて困りました。探す、探して、鍵を探して、家の中を探しました。閉める、閉めて、窓を閉めて、雨が部屋に入らないようにしました。 調べる、調べて、事件を調べて、真実を明らかにしました。吸う、吸って、新鮮な空気を吸って、リフレッシュしました。住む、住んで、東京に住んで、新しい生活を楽しんでいます。スルーして、今日は宿題をして、勉強しました。座る、座って、会議の間、椅子に座って議論しました。出す、出して、バッグから財布を出して、支払いました。 立つ、立って、先生の入室にみんな立って、挨拶しました。食べる、食べて、朝食を食べて、一日のエネルギーを取りました。使う、使って、スマートフォンを使って、インターネットで情報を調べました。作る、作って、手作りのクッキーを作って友達にプレゼントしました。つける、つけて、ドアにポスターをつけて、お知らせしました。勤める、勤めて、会社で5年間勤めて、多くの経験を得ました。 出かける、出かけて。休日に公園に出かけてピクニックを楽しんだ。できる、できて。新しい言語を学んで、新しいスキルを身につけています。手伝う、手伝って。友達が困っている時、手伝ってあげることが大切です。出る、出て。駅から出て、新しい蝶を探索しました。閉じる、閉じて。本を閉じて、本棚に戻しました。止める、止めて。車を駐車場に止めて、会議に参加しました。 撮る、撮って、カメラを撮って、美しい景色を写真に撮りました。直す、直して、自転車が壊れたので、修理して直しました。なくす、なくして、旅行中に財布をなくして、困りました。習う、習って、新しい楽器を習って、音楽を演奏し始めました。なる、なって、毎日勉強して、上手になりました。煮る、煮って、野菜を煮て、美味しいスープを作りました。 脱ぐ、脱いで。家に帰ると、靴を脱いで、リラックスしました。寝る、寝て。夜遅くまで勉強したので、早く寝てよく休みました。飲む、飲んで。暑い日にアイスティーを飲んで、リフレッシュしました。乗り換える、乗り換えて。電車からバスに乗り換えて、目的地に行きました。乗る、乗って。電車に乗って、学校に向かいました。はいる、入って。部屋には行って、すぐに友達と話し始めました。 履く、履いて、スカートを履いて、パーティーに参加しました。走る、はして、公園で犬と一緒にはして、楽しい時間を過ごしました。働く、働いて、会社で一日中はたらいて、疲れました。話す、話して、友達と日本語ではなして、新しい言葉を学びました。払う、払って、レストランで食事代を払って、帰りました。弾く、弾いて、ギターを弾いて、新しい曲を作りました。 吹吹いて、テーブルを吹いて、汚れを取り除きました。太る、太って、最近、食生活が乱れて、太ってしまいました。降る、降って、外に出たら雨が降ってきたので、傘を持ちました。減る、減って、運動を続けると、体重が減ってきます。参る、参でて、お客様のご指示に従って、すぐに出張に参って参ります。曲がる、曲がって、交差点で右に曲がって、新しい道に入りました。 混じる、混じって、材料をよく混じって、美味しい料理を作りました。まつまって、友達が遅れてくるので、駅で待っています。迷う、迷って、新しい蝶で迷って、地図を見ながら道を探しました。磨く、磨いて、靴を磨いて、ピカピカに光らせました。見せる、見せて、写真を友達に見せて、最近の旅行の思い出を共有しました。見る、見て、美しい景色を見て、自然の美しさに感動しました。 迎える、迎えて、空港で友達を迎えて、笑顔で迎えました。持つ、持って、買い物袋を持って、家に帰りました。戻る、戻って、旅行から戻って、日常生活に戻りました。もらう、もらって、誕生日に友達からプレゼントをもらって、とても嬉しかったです。休む、休んで、週末には仕事を休んで、リラックスします。やむ、やんで、雨がやんで、晴れた日に散歩に出かけました。 読む読んで、友達を電話で読んで、映画に一緒に行きました。読む読んで、図書館で本を読んで、新しい知識を得ました。わかるわかって、説明をよくわかって、問題の解決に役立ちました。忘れる忘れて、大事な日にスマートフォンを家に忘れて、焦りました。